どうも木管金管いい予感西村ひろちょっとよろしくお願いします。今回挑戦するのはこちらです。はいはい、プラスチック製のトロンボーンです。こちらはですね、何年か前の誕生日の時にお客さんからプレゼントでいただいたものなんですよ。本当にありがとうございます。で、プレゼントいただいた日に動画を撮って SNS にアップしてありがとうございましたなんてやったんですけど、ちゃんと練習したことないんですよね。今回はトロンボーンの練習を1時間やってどこまで吹けるようになるか検証してみたいと思います。ただ全く知識のない状態で練習しても、身にならないと思うので、ある程度前もってトロンボーンの情報は調べてあります。歴史とか、あとは演奏方法、このポジションっていう音程を変えるためのスライドの位置とかも、前もって調べてあります。そこに今までいろんな楽器を練習してきたその知識やノウハウ、今までの経験を全て応用させてこのトロンボーンにぶち込んでやりたいと思います。さらにもう一つ、ここ見てください。ここやあ、はいはい、こちらマウスピースという部分なんですけども、こちらのマウスピースは本物の金属製のマウスピースを用意しました。やっぱりやるからにはできるだけ本物に近づけたいということで、こちらのマウスピース自腹で購入しました。さあ、これで準備は完璧です。1時間でね、1曲ぐらいは演奏できるようになりたいなと思ってます。ただですね、家で練習すると、僕の下の階に大家さんが住んでますので、強制退去させられるかもしれないので、心置きなく安心して練習できる場所に移動したいと思います。それでは君のもとへワープ。今からみっちり1時間練習してどこまで吹けるのか挑戦してみたいと思います。インチキできないようにちゃんと1時間測りたいと思います。現在16時半、夕方4時半です。それではスタート。はい、あ、ちょっとバレてる。OK、もう始めよう。はい、いきまーす。まずは、管楽器の基礎中の基礎、ロングトーン。ベーの音が出るはず。安定しないね。現在練習開始から20分経ちました。ちょっと序盤飛ばしすぎてさすがにバテました。ただドからあドレミファソラシドレミぐらいまでは出せるようになったので、
その範囲でできる曲を、今から練習したいと思います。の次はオーバーズレインボーをよく吹きます。なのでこのどちらかもしくはこの2曲を演奏できるまで残り時間短いですけど頑張ってみようと思います。まず聖者の行進挑戦してみたいと思います。一発でちゃんと音を出すっていうのが難しいですよね。楽しく吹こう、楽しくね。聖者の行進。
1時間トロンボーンを練習してオーバーザレインボーを吹くことができました。ありがとうございます。まあ練習中何度も何度もしんどいって言いましたけど、でも楽しいです。もしトロンボーン経験者の方いらっしゃったらですね、この動画を見たご意見、ご感想、例えばご質問なんかもぜひコメントにいただければ嬉しいです。1個楽器のレパートリーが増えました。ちょっとトロンボーンしばらくハマっちゃいそうですね。せっかくなんでもうちょっと練習したいと思います。